Oh,
顔見た、見ました今。あんたたちが間違えてるんやでみたいな顔してたけど、私でした。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。待っちゃった。あの後でしたね。そうですね。すいません。なんかしばらく、すごい私もこれ、20年ぶりぐらいに歌ったんで。はい、どうもどうも。ね、いいですね。昭和の匂いがしていいですね。いいですよね。こう皆さん、今日の方はでも平成生まれやから分からへんかな。ね、皆さん若いから知らないでしょね。ピンキーとキラーズとかね。今、忖度ですからね。はい、はい、皆さん若いです。はい、ダンスの方もね、あの1回目終わった後にね、あのお客様とも回らせていただきまして、はい、いろいろおしゃべりしたり、リクエストをいただいたりしましたんでね、ちょっとだけ、あの可能な限りですけども、触りだけちょっとやったりもしますので、ちょっと2曲ほど。2曲？うん、逃げもあるんで、あるんでね。まず、サワラ。サワラは美味しい。クラフトンがお好きな、はいはい、さっきね。あのね、もう余談ですけど、ギターを弾くときにね、僕らの中学生の子ってみんなね、あの禁じられた遊び、これをやるんですよ。で、これ日本らしいだけらしいです。アメリカ人はここから入る。なんか難易度どっちが高いんでしょうね。でもアルペジオの方あのね、あの
どうなんやコード的なことを考えるとこれ、こっちの方からコードが押さえれたらできるんですよ。ただ、禁じられた遊びに関してはあのね、ここだけ押さえれたらできる。そう聞いても難しい。いや、ここはやらないそう、あの、最初に中学生とか小学生がやるのはここにギターを抱えてやった絶対できない無理でしょう、なかなか難しいっていうので、多分日本人のおこと、おことのイメージ、横に火を置いて指一本だけ押さえてこれだけでいいっていう。やったよ、家にギターがあった人は絶対これやったはずやで。でもこれはやってない、そうでしょ。だからそういう意味で言うとこっちの方がまあ行動技術なのかもしれないですけど、F で挫折するでしょ。はいはい、私も F で挫折した。これ F の壁ね、難しい。はい、あの余談でしたけど、アメリカでは皆さんこうギターを始めた時にはこの朝日の旅を弾かれるようです。はい、ありがとうございます。今日ね、楽器されてる方も多いんで。そうなんですね。あのすみません、短い時間ですけどリクエストをお答えいたしました。はい、ありがとうございます。はい、ここからまた本編に戻ります。いろいろ、いっぱいリクエストをいただいたのもあのこのステージを織り交ぜながら、はい、はい、あの中盤戦はじゃあ2曲、スローナンバーなんですけど、スローというかミディアムスローナンバー、悲しき正解、さっき見てたでしょそう、1曲目は、ドラムスの武志先生の方から先生はい、はい、はい、あのなんか喋るね、喋る、はい、いや今日ね阪急西の目から歩いてきたらしいですよ。あ、ほんと来れる、ほんと、はい、ドンキ行った、はい、行きました。ドンキを、いや彼は今日ちょっと朝一緒に京都だったんですけど、京都でリハーサルで帰りに僕ドンキに、なんでドンキに行きたかったの？え、あの、タバコの、あ、だ、そう、タバコの、あの、彼巻いてるんで、あ、巻きタバコなんで、ドンキに行ったら売ってんねんな。はい、で紙が、紙、紙が売ってないんですよね。多分葉っぱ、葉っぱ、そうそう、葉っぱって言ったらなんかちょっと具合悪いですから、あっちじゃないですあの、それを買うのにドンキに行きたいけど、京都河原町にはないでしょ、ドンキはね。ないな。で、とかどこに、どこのポイントのドンキに行くかっていう、だから河原町からこの西宮まで、今日電車やったから電車の界隈のとこ、まあ、もうみんな勝手に喋っとるからまあもう今さら遅いんですよ、はい、遅いんですけど、要はだからそのドンキによるのに、西宮今のせんのもうちょっと言うとね、とりあえず手には入ったんですね。じゃあ、はい、ドンキにはいけた。よかったよかった。あ、もうちょっとそこ後でしょ。じゃあ、あの、後ほどゆっくり。はい。分かったよ。2号線分かったから。じゃあ、今日は阪急西の目から歩いていらっしゃいました。たけし君に先生の方から張り切って歌っていただきましょう。たけし山本、そして、2曲目には、ウリタさんから前回ね、祇園のライブの時にリクエストをいただいてた、悲しき片思いを。悲しき片思いを。はい、では2曲続けて。いただきたいと思います。はい、片思いで、はい、引き続きお楽しみください。それではこのままからです。悲しき片思い、only
竹内先生の方から悲しき山音、そして、悲しき片思いの2曲、結構ポピュラーな本ですね、こちらの。なんか日本語でも両方、日本語バージョンもありますよね。あの音って日本語ありますよね。耳を澄ませて聞こうよ。誰なんかありますよね。そうそうそう、飯田さんですか。飯田千彦さん。いや、本当いや、分かんないです。分かる分かんない。ね、オールディーズ結構なんか向こうで流行ったの日本語でね、いっぱいヒットしてますけれど、はい、悲しくかと思いも、これもひろたさん歌ってたかな。ひろたさんも歌ってますね。ね、なんかがっつり がっつりなんか愛だの恋だのっていう曲だったかな。なんか片思いっていうね、そんな感じですけど。メメロもんそう、はい、ということで、じゃあ、後半戦は4曲さあさあ、またトップ1曲目ね、ま、あのリクエストをいただいたんですが、コニー・フランシスですね。もうなんだろう、オールディーズの代表曲です。オールディーズって言ったらもうね、これですよね。このバンドで初めてやるよね。え、本当ですか。多分やると思う。あれ本当、もう全然わかんない。大丈夫、今どう弾こうかなってずっと大丈夫ですよね。あ、みんなできる、みんなおのおのあちゃこちゃでやってるけど初めてです。はい、1曲目にはじゃあ、リクエストいただいたカラーに口紅と、ポン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 って4曲ね。はい、踊れる曲ありますので。踊れるよ。はい、もう1曲リクエストいただいた、チャビーチェッカーの曲は3回目のステージの最後でお届けしたいと思いますので、よかったらこの後もゆっくり、はい、お楽しみください。引き続きダンスもお付き合いください。それではこのナンバーリクエストありがとうございます。カラーに口紅
動いてる。